こじチャンネルいつも来てくれてありがとうございます。チャンネル登録してくれると嬉しいなと思っております。まあ、先日1円金貨かな、金貨の話をしたんですけども、その時の龍のですね、鱗に通じて質問があった、ありました。なんか私も見ました、中村すずめさんっていう人ね、これが言うてはることはね、日本でのあの龍の鱗は墨のにじみで表現されましたと、日本ではあの水との縁で水墨画の題材ゆえに龍の鱗は墨のにじみで表現されました、造幣料の日本技術者としては、水墨画のにじみをあえて図章化しようとしたが、それがお雇い外国人には理解されずにが困難だったので、なんとかではないかと思いますと。金田さんですか。という意見だよな、このあのすずめさんの意見は。そんなことも再現できるんですか。でその折柱、そのだから折柱案として鮮明と不鮮明の2パターンが生まれたのではなかろうかと考えたのですが、いかがでしょうかって言われるな。そこまで考えてるのかな、どうなんですか。で僕はね、あのそれはないと思うね。ね、ちょっとそこまでやってたらすごいなと思うんですけど。ほんでね、この特にね、絵画とね彫刻でしょ。まあ全然表現が違うから。そうですよね。多分ね、その水の にじみをね彫刻で出すということはまず考えられないと思う。それに量産性やから、そんなたくさんやってて完璧にできることできんと思います。ほんでしかも大きいのを見たら鮮明な鱗やん、で結局不鮮明なとかいろいろあるけども、あのこの加納夏夫という人が、あのそもそも造幣料に雇われてあの作れ言うた話のきっかけはね、あの大隈重信が大体この、造幣とかあの大蔵省とかを取り仕切ってた時期があってね、でその中で外国人とその貨幣の話で結局二分金の悪質なもの作ったりいろいろして外国人から抗議がものすごく来てたわけよ、中に。ほんでもうこれはあのそれを対あのにあの対処するには外国紙の様式の貨幣を作るしかないっていうのを大隈重信が思ったわけ。なるほど。でその時にオリエンタルバンクか、東洋銀行、オリエンタルバンクがね、あの幕末からあの明治にかけてのいろんな外債負債なんかをね、あの返せと言われた時に助けてくれてるわけな、日本政府を。でその縁で結局造幣局を作るという話にも全部それが絡んでくるわけで、まあ半分できるみたいなもんやけども、それでやいや言われてて、それでもとにかくもうその香港にちょうど辞めた造幣局があって、それの機会やらもあるさかいにそれこうってやったらどうやって言われてるやいや言われてる時で、それでもうしょうがないなと思って どうしようかっていうことになって、で大隈重信は他の造幣料の人とかそういう人とあの話をしたらね、あのとてもそのあの日本でその様式の貨幣を作れるやつがいてへんやろ、原版をっていう話になった時に、これは誰やったかな、町田久成って言っての後にあの帝室博物館の館長やらになった人やねんけども、この人が下におって、あの下役におって、でこの人がね、刀のその目抜きって、あの刀に付属してるあの装飾用のもんやな。でこれの素晴らしいものを見てね、それが加納夏夫の作やったわけや。でそれを見せて日本にもこんなことができるあの職人がおるんやっていうことを大隈に見せたわけ。それを応用したんですかね。ほんでこれはすごいと、これならあの絶対大丈夫やっていうことで、ほんですぐそれにその見本作らせようっていうことになって、ほんで話があの決まって、
ほんでその下の造幣局の最初町田が行くんかな、あの夏男のとこへあのお召し状を置いて、あの召集状やな、官の御用やからっていうことで、ほんであのそれ持って行って訪ねていくわけや。そしたらちょうどその狩野夏男はあの明治天皇の刀、これがも昔の古刀で、観音天皇か誰かが持ってた水流剣って、あの古刀やからまっすぐの直刀やね。ああ直刀ですよね、うん、これがあって、これをその自分がその儀式なんかの時に使いたいということで、これのその装飾をあの全部その狩野夏男にやらすということに なってたわけやな。ほんで用土師っていうのかな、あの用土っていうのは道具ってことやな、うん、それを担当するとこからそういう依頼が来て、それにかかってたわけや。なるほど。ほんでそれをそこへその町田がお召し状を持って来たんで、今これをやってるからできませんっていうことで断ったわけや。はははそしたらあの同じあの用土っていうのはあの太政官の中の一部署やから、奥間なんかも関わってるとこやから、すぐにその用土師の方へ、それはちょっと待てと、ちょっと猶予したってくれと、こっちの方が緊急やっていうことで、それで無理やりあのもう一回次の日にあの用土師の方へはちゃんともうその猶予願いを出してあるからって言ったら、もういやもう思われへんな、ね、まあ、上の目安ねやらなしゃあないっていうことで、それで引き受けたわけ。なるほど。で引き受けた時にね、これが面白いけどね、あのもう次の日にはね、あの完全な遠業って言うて、要するにあのこれから掘るもう、ま、丸い形の、今でも貨幣作る時にはさっき丸い形のもの作っとくわけ、それの 金と銀と銅とをの門を、もう大きさがいろいろの用意してあるわけで、これ持ってきてこれで作れって言われるわけ。ほんで最初に金が3枚銀が4枚銅が2枚って書いてあるということで、7枚9枚やな、9枚のその円形と、それから見本にメキシコドル1ドルメキシコ銀の1ドルとアメリカの50セントと、これが見本や。でこういうなあの カッコにして作れということで、とりあえず見本をなんか掘ってくれっていうこと。でなんで急いでる言ったら、結局早うその外国の講師にみんな見せて納得させないかっていう、国際的信用を得たわけですね、うん、だからこうもうとにかく急いでくれっていう、もう一つぐらいなら作ってくれ、早いですねってことやな。ほんでこの時にね、あの狩野夏男は それの預かり証というか受け書みたいなの出してんねんけども、その時にはあのその金銀銅合計8枚って書いてんねんけど、これ間違いで実際は9枚みたいな、金が3枚銀が4枚銅が2枚で9枚やな、うん、だから多分その書類自体が間違うてんやると思うんだけども、でこれで作ったものが前に見せた遠隔図録に出てくる、いつでもよく引用されるあの陰国、要するにこれやな、この一円な、これがいつでも代表で出てくるんだけど、これ一番大きいから出してるんで、実はこの時作ったのはあの10円、明治2年っていう10円と、10円と5円と2円半と、2円半で金貨としてはね。でこれ作って、それからそれ以外に銀貨としてはね、1円、今の1円、あれがあの多少その円形の大きさが気持ち大き小さいがあるやつ、それ2枚作って、それから半円、あの
半円やな、50銭ってことやな、半円1枚、それからその次が面白い、これもね、あの普通の本にあんまり出てないけど、4分の1、単に4分の1って書いてある25セントみたいな25セント、要するに、ね、うん、それから10分の1、10セントやな、10分の1、それから20分の1、 5セントすごいですねっていうことやな、20分の1、だから半円25銭、あ、はい、半円ってことは50銭、25銭、10銭、5銭っていう、あ、こんだけを銀で作ってんねんな。でこれがこれで6枚でしょ、うん、ほんで金で、金が3枚で9枚でしょ、うん、で銅を、銅も作っ、あの一輪を2枚作ってんねんけども、あの多分これもね、一銭2枚と一輪2枚と作ってるの、一銭も一輪もあの王国っていってへっこんだやつと、それからちゃんとしたあの今式のあの凸型のやつやなと各作ってんの。ちょっとその夏野が受け取った円形の数とちょっと合わへんなと思うのがあって、でよくその辺がわからないけど、貨幣遠隔図録ではあの結局最初の図柄と一緒のやつを各その講師に見せたやつであろうというふうに9枚出してんだけど、その中にはその一輪とかあのあれは出てけへんだけども、一輪とかあの一銭とかはね、じゃあボツになったんですかね。で多分ね、金額の小さいもんはねわざわざ見せる必要ないやろということと違うかなと思う。一円玉みたいな扱いみたいな、うん、だからそういうなんで、そんなんは後から作ったんかもしれんけども、とにかく預かった円形の数とはちょっと合わんなっていうところがあんねんけども、でもっとおかしいのはその各1枚ずつ作ってる以上に、あの最終およそ40日41日の間に70枚作ったって書いた。お、多いですね。な、それからあの要するに原型、実際に原型で打つのが必要やから、それからもっと数は作ってんのかもしれんし、それから円形自体も後からその最初にあの預かっただけなしに、当然その造幣料から下げ渡されてると思うんだけどね。でこれがね、加納夏夫が原画は全部加納夏夫が描いてる。でそれをその弟子に渡して、自分もやってるけど、彫るけども弟子も彫るっていう。その時弟子はね、あの加納夏夫の弟子は7人おんねんけど、その上の2人はあのもう独立しててうち弟子と違うから、後の5人の弟子を引き連れて大阪へ行ったりしてんのな。ほんでその5人の弟子に手伝わしてるからね。ほんで加納夏夫は1日で1枚彫れる。ほんで弟子は3日かかんねんてね。3倍かかる、3倍速さ。3倍な。ほんで結局その出来上がったやつを結局加納夏夫があの修正してきちっとあの手直ししてるわけね。でそういうことで、それからあの誰がどれを作ったというのがなかなか分かりにくいのと、それからあのうまい下手が当然あるわけからな。それからそのうまい下手があの明瞭不明瞭のあの違いに現れてるんやろと思うんだけど、ね、ああなるほど、うん、そこに竜の鱗の違いが出てくるのね。そうそうそう。ほんでこの時ね、加納夏夫はなかなか すごいなと思うね。原画はまあもう山ほど描いたらしいわ。ほんでその中の一番良いものを使うということにしてやったんやけども、造幣料へ行って、そのとそこであの造幣料の中の久世というあの、ごんの神かな、造幣領ごんの神って、あの
国内のトップやし、あの金太金太が来る前のトップやな、うん、でこの人に頼んでね、神戸のね写真誌をね紹介してもらってね、でその原画も大きい、その大きいの描かんと丁寧に描かれへんやん、だから一尺ぐらい、一尺ってこれぐらい、これぐらいの原画描いてるわけや、あお金の ね、うん、でこれをね神戸のその写真誌にね写真撮らしてね、ほんでそれを縮小したり、あの焼き付けるときにその貨幣の大きさに焼き付けてるわけ、おこれなかなか賢いやん、うまいです、今風で言うたら今で、あのし、うん、あのしあのコピー 縮小コピーや、うん、うん、でこれでやってるからね、基本的にあの原画は一つなんですよ、うん、あの一番気に入ったやつの龍の図を写真に撮って縮小して、それを今度縮小した写真を薄紙の半紙に筆墨で、ま、もう一回写すね、うん、でそれを弟子にあの渡してるわけ、なるほど、でそれで彫らしてるわけね、だからあの原画はそれからデザイン的にはほとんど変わらない、なるほど、でそのわざわざそういう明瞭不明瞭を作ろうという気はまずないと思う、あ、うん、あのできたらできるだけくっきりとしたのあのもう作らんと、ね、あの特に外人に見せるっていうこともあるしね、なるほど、うん、速さと状況からそういう感じで見たわけですよ、うんうん、それから明瞭不明瞭っていうのではもの明瞭のものしか目指してないと思うんですよ、ね、あ、それが私の考えるところだと思う、そう考えるとですね、うん、龍のデザインっていうのはいろんなドラマを見ますね、うん、でこれでいろいろ調べてると面白いことが分かったのは、この貨幣遠隔図録っていうのも必ずしも正確な本でなくてね、あの目方なんかねかなり間違ってるものだしね、だから表裏はこの自分は正式にあの法律として交付されてんやけども、その表裏さえ間違ってるものが多少含まれる、あ、ほんまですか、ということもあの分かりました。それから特にあの明治2年の一円の王国というのは必ず皆同じものが一つだけやと思ったら、ちゃんと二つあの大きさの違うものを作ってるっていうことも分かったしね、うん、だから案外あのバーッと見過ごしてしまうことが、こういうお話をいただいてきちっと私も理解できるようになってありがたいことです。そう考えると、うん、そう復習しながらやればいいことですね。そうだからこういうことをいろいろあのコメントいただくとこっちも勉強しますし、ね、お互い勉強になればいいことだと思いますね、うん、っていうようなことですね。なるほど、あの皆さんはあのいかが思いますでしょうか。僕私たちとみんなで勉強していくとさらに質が上がっていくのではないかと思うんですが、どうでしょう、あのコメント欄にいろいろ書いてくれると小津先生ができる限りコメントしていくと思うので、まあ、皆さんも頑張ってコメントを書いてくれると嬉しいなと思っております。いつも見てくれてありがとうございます。また会いましょう。バイバイ。